イエイサーそのまんま今夜はこのコンビでお送りしますということで、ね、よろしくお願いします。はい、まあこの2人だったらもうコンビ名決まってるよね。え、何、え、お前忘れちゃったのか。あ、何なんだこの2人のコンビ名は風呂友だ。うわ、懐かしい。やばい、ね、やば、懐かしい。滝沢歌舞伎で、あの、名古屋行った時から、うん。で、その時に、からだから、名古屋だよね。そうだね。え、名古屋だよね。だってもう、俺まだスノーマンじゃなかったもん、ね。そう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 。その時から二人で、本番前とかに、あの、どっちかが、あの、俺は風呂行ってくるわって言ったら、絶対二人で入るっていう、なんか決まりみたいなのがあった。そう、でも、どっちかが風呂出かけてるとするじゃん。そうそうそう。で、そこにもう一人が風呂入ろうって入ってきちゃったら、あの、一緒にまた入んないでよ。そう、あの、何時に入るって約束はしてないんだよね。そうそうそう。あれ、意味わかんなかった。そう。もうだって、俺がもう入ってて、体拭き終わって、ボディクリーム塗って出ようとしたら、目に入ってくるみたいな。で、あ、俺今から入るんで、みたいな。寂しそうな顔で入ってくる。それ見た瞬間、俺はもう、ドアバッて開けて、あの、湯船にダイブしたよね。あれ、懐かしいね。お前一人にするわけねえだろ。結構さ、歌舞伎で疲れてんのに、俺ら何やってたんだろうって感じだよね。今思い出して。あれ元気だったなぁ、ね。元気だったね。そうだね。確かそうだわ。そうそうそう。この二人はお風呂が好きっていうね。いいね。あ、いいね。そして、今回はね。